行中所長。公中所長は、モンゴルの王朝元が、中国の地方統治の最高単位として設置した行政機関。公章ともいう。現在の中国における、地方行政の最高単位である章は、元の行章に由来している。元の国政において、六部を統括する、中央政府の最高行政機関であるとともに、首都大東を中心とする首都圏地帯。中国語、 原浦、モンゴール語、これの姿勢を担当した、中諸省の業務を地方に、大い代行する、中央政府の出先機関である。命令系統の上では、中諸省と同等に肯定、大破案に直属し、長官は、中央の中諸省と同じく上昇、モンゴール語、陳さん及び、閉賞政治、モンゴル語、ピンチャンという、幹部には、右上昇、左上昇、閉賞政治、 右上、左上、三地政治などが置かれ、右上昇が首席長官である。元の地方行政制度では、県、州の上に上級の地方行政単位として、道が置かれたが、原裏の中所省と地方の行省は、その支配下に定められた各路の行政機関の上級機関としてその政務を統括するを負った。管轄地域内における占領、並行、頓守、騒運。 軍国の思ごとでおよそ預からないところはないとされる。時期によっては中央に設置された財務行政官庁である小諸省の出先機関に改められ、行商諸省、公所諸省と呼ばれた。行中諸省の数は最多で十一に上る。行中諸省は本来、前線における政治と軍事を統括するために設置される機関であったので、軍事行動の都合に合わせて設置された。 例えば、1280年に、日本に対する信仰、現行を目的で設置された、政党当初行中諸省は、属国である高来と直轄領の両党を管轄し、信仰の準備と挑発を担当した。翌1281年の信仰、公安の役が終わると政党行省は解散されるが、1283年に、第二次の政党行省、1285年に、 第三次の政党行省が設置され、1287年には、常設期間となった。第一次、第二次では、高麗国王が、次官の左上昇に任命されたが、第三次では、無官、常設以降は、国王就任後に年数を経て任命されるようになった。その後、政党行省は、現朝末期まで存続、元の高官を長官として、高麗行省を、管轄支配した。 元では、軍政機関である枢密院、観察機関である漁次第も地方に、皇帝直属の出先機関を持ち、それぞれ行枢密院、行漁次第と呼ばれた。ただし、その数は、行中所長よりも少ない。行商の名称自体は、元朝よりも古く、金の時代に、中央政府の最高政務担当機関である、小所長の高官が軍を率いて地方に出征したとき、 臨時に、小々省の地方で先機関として機能したその爆影が、行と称された。金を滅ぼしたモンゴル帝国にもこの名称が受け継がれ、中国の河北や中央アジアのオアシス農耕地帯などのモンゴルが征服した低住民居住地域において、モンゴルに帰伏した現地人のエリートを官僚に採用して作らせた朝、朝税。 市政機関のことを、金の行商の性になぞらえて、漢文では、行商諸省あるいは行商と呼んだ。愚痴の死後、定位を、オホデウケから奪ったトルイケの門家は、地方出先行政機関の行商諸省を改革し、中国担当の遠京行商諸省、中央アジア担当のビシュバリク当初行商諸省、アムガイ勢のイラン方面担当のアムガ当初、行商所の産業省諸省が設置された。 1259年のモンケの休止後、アリクブケとクビライの間で、大ハーンの後継者をめぐる争い、モンゴル帝国定位継承戦争が起こると、モンケに随行していた官僚たちは、首都からコルムに入って、アリクケの側に着いた。一方、1260年に内モンゴルでアリクブケに、対抗する大ハーンに即位していたクビライは、自派のモンゴル貴族と官僚を構成員として、 新たに正式の行政機関として中書省を立てる。それまで、モンゴル帝国の国政では中書省と呼ばれる機関は大半の宮廷に付属された書記官備蓄地による中央政府の文書、財務行政処理部局のことであったが、首来の中書省は等から金までの小書省の機能を吸収し、中国の制度に習って新設された六部を配下において秘書、 初期機関として命令書の起草から行政機関としての六部の統括までを一手に宇宙王の最高行政機関として整備された。そして同年に南宋との最前線である四川に、旗職行中所長ごとが任命されて、以来、前線で働く将軍に行中所長ごとの肩書きが与えられ、行中所長と称される彼らの幕営が、前線における全権を担うようになった。 クビライの統治が安定するとともに、行中諸省は常設の官僚機構として整備されると、ともに首都圏である大都、上都を中心とした原裏、これを除き、クビライの支配が及ぶ地域全てをくまなく管轄できるよう増設が繰り返され、クビライが中国に建設したモンゴル帝国内の新政権である元の地方行政制度として定着する。 当初の行中書省ごとには多く肝心の軍人や官僚が当てられたが、制度が整うと、モンゴル貴族や色目人官僚から、行中書省の上昇や、兵賞政治に任命される者も,も増えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。